はいどうも、むつみです。今日は僕の教則本が出てそれのサイン会ということでですね、池渋に来ております。今楽屋です。緊張します。本日の物販です。はい、それではサイン会やっていきます。ありがとうございます。このマスク何色で描きます？チキンです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。来てくれました。サインももらいました。ちゃんと自分で買いました。サプライズです。びっくりしました。この後ご飯行きます。はい、というわけで2月23日のサイン会の様子でした。来ていただきありがとうございます。そしてこの本を購入していただきありがとうございます。お会いすることができてとても嬉しかったです。ほんといろんな層の方が僕の動画を見てくださっていて、あとベースを持ってなかったりとかですね、プレイヤーではないんだけど僕の動画を見るのが面白いと言っていただいたりですね、とても楽しかったですし、モチベーションにもなりましたし、めちゃくちゃ嬉しかったです。本当にありがとうございました。この教則本を買った方たち、そしてこの教則本を買ってない方たちにも伝えたいことなんですけど、この本にも書いてある通り、簡単に上手くなれる、短時間で上達する、これは嘘。上達するのは簡単じゃない、ある程度時間を要する、これは本当。これを知っておいていただきたいんですよね。すごく時間がかかることで、この本に書いてあることっていうのは練習の本質というのが書いてあります。とにかく時間がかかりますよ。このように体を適応させていってください。何も考えずに練習してると上手くならない時期が出てきてモチベーションが下がってしまうけど、それは上手くなるプロセスを知っていればそうなることはなかなかない。上手くなるプロセスを知らないからこれ以上上手くならないんじゃないかっていう錯覚に陥ってしまうっていうようなことが書いてあるんですけど、他の教則本ってここにはあまり触れていなくて、ほんと上達するのって大変なことなんですよ。皆さんはその上達するっていうとても大変なことに対して挑戦しようとしているんですね。そこを皆さんは誇ってほしいというか、自分を褒めてほしいんですよね。もちろん僕も褒めますけど、ほんとすごいことなんです。どのベーシストもこの本に書いてあることをずっとやってきて上手くなってます。もちろん僕もそうです。最初できないところからスタートしてベースが弾ける体に作り上げてきたんですね。でその作り上げる方法っていうのが書いてあるんですけど、その方法を知ったところで上手くなりません。そして本質的に理解することもできません。大事なのはその方法を実践することなんですね。実践してとにかく続ける、これがとても大事。この本に書いてあることは全てのプレイヤーに通ずることなんですよ。僕の言った言葉を例えば技術のことに対して言ってるとしても変換するとリズム感にもなったりとか音感にもなったりとかするわけですね。本当に超基本的なことが書いてある本なんですけど、世の中にはいろんなプレイヤーがいます。もちろん僕のプレイがあまり好きじゃない方もいるし、僕のプレイが好きだっていう方もいる、僕の音が好きじゃないっていう方もいれば僕の音が好きっていう方もいる。僕は自分のやりたいものを突き詰めた結果の今の技術ですので、別にこの本を読んでそれ通りにやったとしても僕が出来上がるわけではありません。皆さんが求めてるものっていうのは僕と全く一緒なんてことはなかなかありません。フレージングにしても出す音にしても全然違うものなんですけど、それら全てに通ずることが書いてあるんですね。この本の中では硬い頭にならないようにしてくださいっていうことも書いてあるんですよね。もちろんベースが一番すごいわけではない、優劣はつけられない、視野が狭くなって他の楽器とかに優劣をつけて自分が一番偉いんだっていう凝り固まった思考にだけはならないでください。一つの楽器しか触っていないと盲目的になりやすいですからねっていうことも書いてあるんですけど、今はすごい情報が溢れています。インターネットで調べるとものすごい量の情報が出てくるし、本に書いてあることっていうのも全然違うんですよね。皆さんはそれをしっかりと読み解く能力をつけていただきたいんですよね。さっき僕が言ったベースが一番ではないっていう話は他のところにも通ずるわけです。指弾きが一番か、いや違いますよね。ピック弾きが一番、いや違いますよね。スラップができるベーシストが一番偉いか、それも違いますよね。ジャズができる人が一番偉い、それも違うし、じゃあロックをやってる人が一番偉い、それも違う。いろんな考えがあるんですけど、そういう偏った思考にはならないでいただきたいんですよね。物事には必ず理由があるんです。その人がそのプレイをしているのは、その人がその弾き方をしているのは、何か目的があって理由があってそれに落ち着いているわけですね。自分はどうしてそれをやりたいのかっていうところの理由も探っていく必要がある。どうしてこの練習が必要なのかとか、どうして上手くならないのかっていうのにも全て理由があります。表面的なことだけを見ずに、しっかりと内面的なことも見る能力っていうのを皆さんには培っていただきたいんですよね。まあこんなね、若造が言うのもなんなんですけど、本当それができていない方が多くて、とにかく僕の視聴者さんだけにはそうなってほしくないんですよね。
練習フレーズがいっぱい書いてあります。こうやって書いてあるんですけど、これを1年でやり遂げようとしてもおそらく無理です。これって一生続いていくものなんですね。フレーズに目標 BPM なんて書いてないんですよ。とにかく上を目指してほしいっていう願いも込められています。別にこの本を読まなくたって上達するんです。でもこの本に書いてあることは絶対頭に入れておいていただきたいことなんですよね。たとえ僕のプレイを目指していなくても、僕のプレイが嫌いでも、他のプレイに通ずることっていうのがいっぱい書いてあります。そういう風にこの本に限らず、情報っていうのは自分に対してどういう風に作用するかっていうのも考えながら、その情報を受け止めて落とし込んでやる必要があるんですよね。全くそのまま受け取ってしまうと、それが合わないっていうことも結構出てくるんですよ。例えば僕がよくピッキングを強くしましょうとか言いますけど、すでにピッキングが強い方がもっとピッキングを強くしたところで音が潰れるだけで意味がないんですよね。どうして僕がピッキングを強くしましょうっていうかっていうと、初心者の方たちを見ていく中でレッスンとかもしてるんで、今むつみのベース塾っていうのがあるんですけど、それをやる前から僕は初心者の方にレッスンしてたりしたんですけど、圧倒的にピッキングが弱すぎる方が多いんですね。だからしっかりとピッキング力をつけましょうということで言ってるんですが、もうすでにピッキング力が育っている方はそれをやる必要はないですよね。そうやって今自分はこれが必要なんだ、いやこれは必要じゃないんだっていうのも判断していくってことも大事です。本当世の中には理不尽なことを言ってくる方もいますし、意味がわからないことを言ってくる方もいますし、間違った情報を教えてくる方もいます。そういう情報を全て信じて惑わされていては寄り道しまくってるわけですから、寄り道してそのまま進めばいいんですけど、寄り道してまた道を戻って、また寄り道して道を戻って、ずっとそこにいるっていう状況になりがちなんですよ。僕はこれは経験してることなので伝えたいんですけど、皆さんにはそうなっていただきたくないんです。それをやると楽しみっていうのが本当に半減しちゃうんですよね。なのでこの本にしても他の教則本にしても、書いてあること、それはどういう意味なんだろうっていうのを考えながら読んでみてください。これが伝えたいことです。しっかりと自分で考えてそれを落とし込んでやっていくっていうことがベース以外でも大事だと思っていますので、それで人生が豊かになると思っていますので、ぜひ日頃からそれを意識して練習したり生活したりしてみてください。というわけで今回の動画は終わります。本当にサイン会来ていただきありがとうございました。たくさんの方にお会いできてとても嬉しかったです。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 X インスタグラムもやってるのでそちらもよろしくお願いします。サブチャンネルもよろしくお願いします。ではではご視聴ありがとうございました。バイバイ。動画の途中に失礼します。どうやったら上手くなれるのかを知りたい、練習方法がわからない、レッスンに通いたいけど時間がない、自分の好きな時に講座を受けたい、そのような方に最適なむつみのベース塾。ここでは練習方法の講座、各奏法の講座、音楽理論の講座、動画で返答がもらえる質問コーナー、 LINE でお悩みの返事がもらえる、ベーシストの仲間が増える、月額1650円でこれらのことが全て詰まっております。むつみのベース塾の詳しい内容は概要欄に貼ってありますので、興味がある方はチェックしてみてください。上達への近道をして僕と一緒に上手くなっていきましょう。お待ちしております。